YouTube をご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。田舎遊びハンターです。さあ今回は鹿のコール量、オス鹿を絶対に引き寄せる裏技編、はい、ということでですね、こいつじゃん、鹿笛ですね。今回はこれを使ってですね、鹿をバンバン近くに寄せる、そんな裏技についてなんですけど、鹿全く寄ってこないなっていうような初心者の方から、仕事を取ったらねもう取れなくなっちゃったよっていうような中級者の方まで、こんなに取れるのって思っていただけるような、そんな裏技についてです。それじゃあ早速ですけど行ってみましょう。鹿笛でガンガン鹿が寄ってくる、その裏技について、まず最初のポイントはこの鹿笛でどういう仕組みで鹿が寄ってくるかっていうことについてです。笛で鹿が寄ってくる仕組みなんですけど、これはですね、発情期のオス鹿がですねメスを交尾に誘う時、フィーヨーみたいな感じで鳴くんですよ。でその鳴き声でメスを誘ってるんで、それを真似してこの笛を吹いてると、そういうものなんですね。でこれを吹くとですね、メス鹿はあらいい男みたいな感じでこう交尾がしたくなって寄ってきたりですね。でそれからオス鹿に関してはですね、自分の縄張りっていうのを持ってるので、でオス鹿はその自分の縄張りの中で他のオスがねフィーヨーなんてこうメスを呼んでたらですね、誰だ俺の縄張りでメスを呼ぶやつはみたいな感じでね、腹を立てて排除しようとして寄ってくるんですね。まあ、それがこの笛を使って鹿が寄ってくるっていう仕組みです。じゃあ続いて次のポイントは笛を吹く場所です。鹿がなかなか寄ってこないななんて思ってらっしゃる方へ、これも結論にもなるんですけど、必殺技はオス鹿の鳴き声が聞こえる場所、そこで吹くです。オス鹿の鳴き声が聞こえないっていうのには何か理由があってですね、もう単純に近くにはオス鹿がいません。でせっかく吹くならね、オス鹿が周りにいるところで吹かないと意味ないですからね、寄ってくるもんも寄ってこないです、いなかったら。なのでまずはオス鹿の鳴き声が聞こえる、そういう場所を探してみてください。それからオス鹿の鳴き声が聞こえる距離なんですけど、ちょっと遠くかななんていう時はですね、ゆっくり忍んで近づいた方がいいですね。あ、そうそう、あの私はですね本州の南の方で狩猟をしてるんですけど、この南の方の私がやってる場所の周りってですね、牧草地とか見晴らしのいいような場所ってほとんどないんですよ。もうあるのは山の中です。なので今回のお話っていうのはね、そういう見晴らしのいい広いところじゃなくて、山の中でどうやってオス鹿をたくさん呼び出すか、そういう感じの話になります。でですね、そのあまりにもちょっと離れてるなって、遠いなって感じる時にコールしてしまうと、なんで寄ってこないかっていうと、オス鹿の縄張りの外だったりするんですね。そうすると寄ってこないですし、それとかですね、縄張りの中だったとしてもあまりにも離れてたら、せっかくピーヨーなんてやってもオス鹿の方からしてもどこで鳴いてるんだっていう感じにですね、こっちが特定できないような感じなんですよ。なのでできるだけでですね近づいていく、この方が呼び出しやすいですね。じゃあ具体的にどのぐらいの距離がいいのっていうところなんですけど、これですね感覚的に言ってだいたい100メートルから200メートルです。これ地形によっても変わるんでですね、一概には言えないんですけど、例えば100から200がいいって言いながらも、尾根があって尾根があって、で間に駅がある、でもこの駅が深いよっていうような時、そういう時はですね、直線距離で尾根から尾根まで100メートルぐらいしかなくても縄張りが別になるのか、あまり寄ってこないですね。なので感覚的に今100から200っていう言い方でしょうか。あ、そうそう、どのぐらいに近づけばいいかっていうのはその感覚的なとこなんですけど、もっと感覚的に言うとですね、ギリギリ向こうからこっちが見えない距離、またはですよ、または向こうからこっちの気配がわからない距離、
それでできる限り近づくって、まあ、こんな感じですかね。感覚的だな。それからコールするときはオス鹿が好みそうな場所、そこでコールするといいですね。いわゆる山の外よりは山の中、こっちの方がいいですね。例えばヒノキをかじった跡がある、それとか糞がある、あと寝てた跡があるとかね、あと角があっても通りやすいぐらいに木が茂ってないとか、そういうところでコールしてみると寄ってきやすいですね。続いて笛の吹き方について、どんな感じの音を鳴らせばいいのっていうことについてです。これはですね、もう鹿の鳴き声を真似して吹いてるコール量なので、現場で聞こえる鹿の鳴き声、それをそのまま真似をするっていうのが一番近道です。で、これね、どんな感じの声か聞いたことがない人のためにですね、ちょっと映像を用意しましたので、そちらの方をご覧いただければと思います。じゃあ行ってみましょう。どうぞ。はい、今のが実際の鳴き声です。こんな感じの音でですね、実際には2回連続で鳴いたり3回連続で鳴いたり、ちょっといろんなね、鹿によって癖があるんですけど、あとその吹いた後の感覚とかもね、なんとなく鹿の方に場所はここですよって分かるように誘導しやすいように、そのぐらいの感覚で吹いていくと寄ってきやすくなります。で、このね、鹿笛どんな感じの音になるか最後にちょっと吹いておこうと思います。こんな感じですね。っていうような感じです。下手ですね。まあ、このぐらい吹けばね、なんとなく寄ってはきますので、まあ、この程度でいいんだというふうに思ってください。はい、ということで今回はコール量の裏技についてでした。結局ね、山の中でオス鹿の声が聞こえるところで吹く、これがポイントになると思います。いつもはですね、この動画を作るにあたっていい情報をお届けしたいと思って、いろんな先輩方にね、習いに行ったりインターネットで情報を調べたりして、そうやってね、こう動画を作って情報を出してるんですけど、今回はね、完全にこれは私の経験です。なのでね、この動画を上級者の方が見られたら、いや、そうじゃないよ、こうやってやるんだよっていうようなご指摘があったりするかもしれないんですけど、どうかチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。